みっちゃん。第三者委員会は、国に期待した原子力に関するシンポジウムなど、41件について、国の関わりを調べた結果を中間報告としてまとめました。それによりますと、中部電力浜岡原発の地元、御前崎市で平成19年に開かれたシンポジウムで、保安院の課長や職員が事前に中部電力に対し、いわゆるやらせを働きかけていたということです。具体的には、保安院の課長などが電力会社の関係者もどんどん参加して意見を言いなさいなどと述べ、電力関係者を動員することや賛成意見を述べることを要請したとしています。この結果について、元大阪高等検察庁の検事長で、第三者委員会の大泉隆委員長は、原発事故が起きて注目度が高いので、大変責任が重いが、できるだけの調査をしたいと話しています。第三者委員会は、今後も調査を続けるとともに、再発防止策についても検討した上で、来月下旬までに最終報告をまとめる方針です。ただいまのニュースで、字幕が国主催となるところを、国主権となっていました。失礼いたしました。では次です。仕事を求める人1人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は、静岡県では先月は 0.58 倍で、